会場のみんな、こんにちは。初音ミクです。私はリアリスト。真実の手が一人。左手のリコリス。怪盗たちにかけた賞金を狙って、世界中から強者どもが名乗りを上げてきました。お目覚めかね、ダイヤモンドクイーン。見せてやる。死ぬか。出たな、秘密結社くしざしおぞん。さあ、耳掃除の時間ですよ。おとなしくしてくださいね、先生。よっ。俺たちをそう簡単に倒せると思うなよ。生ぬるい攻撃だな。ダメです先生、ちゃんと横になっててください。何かあったのかと思った。行け、バリバカオケ。世界を地獄と化してやるのだ。こんにちは、エマです。みんな起きて、朝ごはんを作れるよ。私のビラの敵です。パチュリーノーレッジ、魔法使い。さっさと答えなさい。ずっと尻で喋ってたのかよ。番号1番、愛情カレン、入ります。最初からお前のこと気に食わなかったんだよ。
プロトエリクサールビー。回れ運命の輪よ、開け神秘の扉、今道は開く。これがラステーションの女神の本気よ。我が命に従い悪辣なる異形を現せ。これで完全なる。これはどうでしょう。メガトロンアーキュリス。あんたも私をバカにするわけ。もうダメだ。それとののみちゃんに勝つのは100年早いんだよ。今のすっごくいい感じだったよね。私と戦えたこと光栄に思いなさい。次回ボーマペイン第5話、マイワシの背は青いか。忘れるな生臭み。最後にこれだけは覚えておけよ。そこのゴキリイワシ、スベイワシの名を。なぜなら響きがかっこいいからだ。